赤いピースのもみもみ男、テオ君27歳が、幼馴染の中学中に過去、国会もみもみしてた件だが、あまりにも炎上したので、ジュキヤとかいうやつのチャンネルで、超クソダサい釈明をしてしまったのだ。偉いじゃー。さて、このゴミ炎上は様々なネットメディアに取り上げられ拡散され、私の言った通り炎上狙いのように見えるが、奴の思惑通りと火の手はもう広がったように思われた。がしかし、彼の親愛なる視聴者からは、テオ君の見る目が変わってしまった、被害者女子かわいちょ、女の子の気持ちになったら泣きそうになったわと、一部女性視聴者をガチで辛くさせてしまい、この馬男は、ぬきぬきと釈明し始めたのだ。その女性とは、家族ぐるみな付き合いであった。とか、なんじゃこのお泊まりバレた時のアイドルさんみたいな言い訳は。もうそういうのじゃなくて、もうそんなんじゃなくて、そんなんじゃなくて、うおー。テオ君曰く、現在でも仲は良く、先生に怒られた後も、その子は笑ってたんですよ。とか言い訳を並べ、結局本当にいるかいないかわからない、その被害者に向けてテオ君は、画面に向かって、謝罪コントをし始めたのだ。元気してる？結婚、おめでとう。中学ではな、お互いの体、触り合ったりして、バカみたいに、ふざけ合ってたよな。うぅー、すまぬ。中略。キモすぎて、出来もはね。また、食事でも行って、こんなことあったんだよ、みたいな感じで、笑い合いながら、またおっぱい揉ましてくださーい、とぼけると、一度はバカウケ、視聴者ドン引き、私どっちだっけ、日本は衰退。はぁ、自分ら、楽しそうでええの。まあ、ね、いつもニュースで、こういう YouTuber の炎上を取り上げてるけど、まあ、面白いのならいいけど、まあ、最近、一番いらんのが、この日本一の YouTuber、フィッシャーズシルクの、財布なくしました。テドが、警察行けよ。しかも、誰か見つけたら連絡してください。で、いや、そこの視聴者、女子中高生、なわいちょ、戦闘員諸君、私もそのうち財布を落とすかもしれないぞ。準備しておけ。まあ、そんな感じで、もうすぐ自社ラインスタンプ発売するので、楽しみにしておいてね、てかったー。